はい、菅井です。今日のテーマは、おうちワーク、違いをもたらす、10の成果ポイントっていうことでお送りしていきたいと思います。まあ今ですね、こういう状況の中で、 まあお家でね、お仕事をされている方っていうのは非常に多くなっていると思うんですよね。まあ、いわゆる在宅勤務とかリモートワークとかっていうことでやられている方も多いと思いますし、日頃はね、リアルで活躍されていることでも、まあ、状況としてね、どうしてもオンラインでね、やることが多くなったりとか、そういうことって結構多いと思うんですよ。で まあ僕はですねオンラインで仕事をしていることっていうのは日頃から多かったりしますし企業をしてからほぼほぼね一人でねビジネスを回していて、まあ、15年ぐらいになりますのでその間にはですねまあいろいろな工夫をしながらね自分の仕事の効率を高めたりとかっていうことは常にね工夫してやってきてますので、まあ、割と慣れっ子になっていたりするんですけども、まあ、こういうことがね 割と最近始まったっていう人にとっては、まあなかなかね、そのモチベーションを持っていったりとか、まあ、まあ、そういう慣れない状況の中で、まあ成果を出していくっていうのが、まあ、なかなかね、うまくいかない感じに思えたりとかしている人も多いと思うんで、まあこういうね、おうちワークの日常の中でですね、どういうことをね、気をつけていったらいいのか、まあそういう話をね、今日はしていきたいと思いますので、ぜひですね、最後まで聞いていただけたらと思います。 まあやっぱりですね、特に起業家の方とかで、1年目の方とかなんかは特にそうなんですけれども、まあそれまでね、お勤めだったりすると、一、えー、人になってしまった時に、誰も管理してくれる上司とかもいなかったりするし、仲間も周りにね、いなかったりとか、まあするっていう状況になってくると、自分をね、どう管理していいのかわからないとか、まあペースをね、どういうふうに持っていったらいいのかっていうのが、皆目見当がつかなくって、どうしてもですね、えー、ちゃんとね、今までしっかり、<laughs> 会社で目標達成とかしてきた人でもですね調子が狂ってしまって朝はゆっくり寝坊してしまったりとかそれとか、まあ、お昼はね昼寝をしすぎてしまったりとか。 ダメだと思っているのにテレビを見すぎてしまったりとかいうことで、まあ、これこれこういうこともやっていかなきゃいけない、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないって思ってるのに、それがね、なかなか進んでいかないなんていうことで悩まれている方も多いと思うんですけれども、まあ、今日の話をね、しっかり聞いていただいて、まあ、一つ一つね、ちゃんとやっていっていただけたら、そういうね、悩みも解消すると思いますので、ぜひですね、最後まで聞いてもらえたらと思います。 まあ、ちなみに、この僕の YouTube チャンネルでは、企業経営者の方がね、えー、大きな成果を出していく上で、まあ、非常に重要なことをどんどん配信していますので、えー、集客やね、売上アップとか、動画マーケティングを活用したいとか、まあ、いろんな方のね、えー、悩みに答える内容をお伝えしていますので、えー、ぜひですね、まだ登録してないという方は、右下のね、赤いチャンネル登録ボタンの方を押して、今すぐ登録しておいていただけたらと思います。 あと、隣のねベルマークの方もお知らせがいきますので、ぜひですね、そちらもクリックしておいていただけたらと思います。それではですね、今日の本題に入っていこうと思いますけれども、まあ、一言で言うならね、これってまあ自己管理といえば自己管理ですよね。まあ、それがまあなかなかできなくて困っているっていう人も多いと思いますけれども、まあ、これはですね、まあ、 結論から言ってしまうと、まあ、一つ一つ、ね、工夫を凝らすということだと思うんですよ。でまあ、僕もです、ねまあ、15年ぐらい前に起業しまして、それのもっと前、まあ、16、7年前というのは、ま,あ、まだ、ね、会社に勤めていたという時期もありますので、まあ、非常に分かるんですけども、やっぱりです、ね、毎日の結局習慣に過ぎないんですね、これって。まあ習慣が まあ会社に行くっていうふうになってれば、まあ、それでまあ一つの習慣がこう働き始めるわけだけれども、まあ、それがスイッチが切れちゃってるから、違う状況の中でね、どういうふうに行動していくのがいいのかわからないっていうだけの話なんですね、だからできる、できないっていうようなことで考えちゃうと、私にはなんかこう,そういう自己管理はできないんじゃないかっていうふうについつい思ってしまうかもしれないんですけれども、まあ、そんなふうにね、自分を責める必要は全くないというふうに思います。 で、単にね、そういう、えー、新しい習慣というか、いつもと違う習慣が組み立てられてないっていうだけなんですよね。だからこれをちゃんと、えー、プログラムしていけばいいだけだと思います。で、ちなみにですね、僕がまあ一応心がけていることっていうのを、まあ今日はね、お話ししたいと思います。で、これはもうそのまんまなんですけれども、まあどういうことをね、僕が気をつけているかっていうと、まあこの10個です。で、まあ1からね、えー、10までありますけれども、まあちょっと順番に行きますと、 まあ、一、自己管理をしっかりする。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、えー、まあ、やっぱりね、えー、自己管理できてなければ、まあ、企業家の場合はね、売り上げも上がってこないし、えー、やっていけないということで、まあ、やっぱりそこはね、意識を持つ必要があると思います。まあ、自分で自分をちゃんと管理するというか、まあ、自分が責任者なんだっていう、そういう、まあ、心持ちというかね、マインドセットというか、まあ、こういうのがやっぱり、まあ、当たり前なんですけれども、まあ、必要だと思いますよね。それで、 まずはそれですよね。で、まあ、そのまあ、具体的なね、内容っていうのは、まあ、いっぱいあるわけなんですけれども、ちょっとね、えー、主なところをね、今日は並べてますので、まあ、一個一個いきますと、に、えー、to do をね、明確にして進捗管理。これはですね、えー、まあ、やっぱり、やることっていうのを明確にして、一個一個片付けていくっていう考え。この片付けていくというか、まあ、処理していって、 まあ一個一個消していくっていうかね、そういうこと、やったら消していけばいいんで、まあそれをひたすらやっていくっていう感じなんですよね。で、なんか難しいことをね、皆さん考えすぎていて、えー、この考えながらやっていくと、えー、考えてるっていうこととやっているっていうことがこう頭の中でごっちゃになってわかんなくなってくるんですよ。だから、とにかくですね、 ま、作業は、まあ、全部ね、書き出していって、細かくですね、書いたものをですね、一個一個やって消していくっていうことで、やっていくときはもう全然何も考えないでやるっていうね,ね。そういうぐらいの感じが非常にいいと思います。だから考えるっていう時ときと、やるっていうときを、まあ、分離するっていうのが結構コツですね。 でこの辺はですね、いろいろまたあのもっと、ね、掘り下げるといっぱいありますけれども、き、まあ、今日はこのくらいにしておきますね。で、3番、まあ、睡眠ですよね。睡眠はまあやっぱりもう何よりも大事です。で、まあ、職場とかによってはです、ね、なんかこう、睡眠を犠牲にしてもなんか頑張るとか、なんか休みを犠牲にしても頑張るのが、なんか美徳みたいなね、ちょっとかなり昔の考え方が残りすぎちゃってると、まあ、そういうふうに。 まあ無理をしてしまうっていうのが、まあ習慣の中に入っているっていう場合がありますけれども、えー、そんなことはありませんので、まあ無理はしない方がいいと思いますね。で、まあ睡眠はしっかりとって、まあ起きてる時間を最大限集中して、えー、お仕事をするっていうのが、まあ僕は基本的にいいと思いますね。で、まあ起業当初っていうのはとにかくね、えー、ペースが乗るまでは、まあ結構こう、どっちかっていうと、あんまりこう、休みをね、えー、無駄に取らないで、まあできることはね、とにかく前倒しで、 まあよく全力で行動しろなんて言いますけれども、まあそれでもですね、まあ、体を壊してしまっては、えー、求も子もありませんので、まあこれはもう日々のね、えー、睡眠をとるっていうのが、まあベースになりますので、まあぜひですね、睡眠は非常に重要視してほしいっていうことと、まあこれもですね、まあ時間っていうのが結構大きなファクターになっていて、まあ何時間寝ればいいっていうことよりもですね、 まあ結構この4番にもありますけど、早寝早起きしてしまうっていうのが、まあ一番実はパフォーマンスは出やすいかなというのはまあ結論ですね、えー。夜はもう12時前に、えー、寝るようにした方がいいですし、まあ遅くとも。まあ、できたら10時ぐらいに寝ちゃってもいいというか、まあ結構ね、えー 売れてる経営者の方は、まあ、9時10時に寝ちゃうっていう人も結構いるんですよね。なんで、なるべく早く寝た方が、なんかメラトニンっていうね、まあ、脳をね、すごくコンディションを良くするね、物質も、10時から2時ぐらいの間しか人間って出ないらしいんで、まあ、その間はもう寝ちゃってるっていう方が、 まあパフォーマンスというかね、コンディション良くなるんで、まあその方がいいと思いますね。それから、まあその分ですね、まあ朝は、えー、早く起きる方が、まあ多分ですね、まあ僕の感覚からすると、えー、いいのかなというふうに思っています。それでまあ僕の場合は起きられる時はね、4時台とか5時ぐらいから起きて、まあ ご飯食べる前にね、一仕事してしまうっていうのが、まあ結構ね、気持ちがいいというか、先に仕事をね、一仕事を終えてしまうと、こう一コマね、先にこう煎じていっているっていう感じでね、こうなんか満足感というか充実感も得られるというか、後から慌てなくていいんですよね。こう、これもできてないとかっていうふうな、なりにくくなってきます。先に、えー、こう一コマ進んでおくと、うん。なんで、これね、非常におすすめです。で、な,なんかこう、 朝早く起きるっていうと、すごく慣れないと、えー、なんか、まあ、無理して、そんなに頑張らなくてもっていうふうに思う人って多いと思うんですけど、これって習慣になって、その、えー、パターンになっていたら、別に無理してるんじゃなくて、自然にそれを起きられるようになったりもしますので、えー、単純にです、ね、こ時間を世間よりも前倒ししてるだけの話なんで、まあ、そんなに、ねえー、大変なことじゃないかなというふうに思います。 まあ、どうしてもね、早く起きるのができないね、えー、体質の人はね、別に無理することはないと思いますけども、まあ、その方がね、やってみて気持ちいいってい人は、まあ、やってみた方がね、多分、すごく効率が上がっていいっていうことを実感できると思いますので、お勧すすめしたいと思います、えー。それからですね、まあ、5番、栄養バランスの良い食事。まあ、これはですね、まあ、いろいろ、まあ、栄養の専門家の方っていうのは世の中にいっぱいいますので、まあ、僕はそんなに、えー 見込んでね、お話はしないですけど、まあ基本ね、よくある栄養バランス、いろんな、えー、いろんなビタミンとかね、えー、ここにある酵素とかね、えー、それとか緑黄色野菜とか。 まあ、キノコ類とか、あと、根菜類とか、ありますよね。で、まあ、栄養に関して話し出すと、まあ、実を言うと、僕も、まあ、止まらなくなってしまうことも多いし、まあ、企業家経営者の方は、まあ、結構ね、健康オタクの人も多いんで、まあ、ここをやり出すとね、時間がめちゃめちゃかかってしまうんで、まあ、ほどほどにね、しておこうと思いますけれども、まあ、基本ですね、まあ、この栄養バランス、何のために気をつけなきゃいけないかっていうと、まあ、言ってみればですね、まあ、成果を出していくため、 うん、ちゃんとこうやっぱりビジネスやって、成果を出していく、売り上げを上げていく、集客をしていく、まあ、そういうことのベースとして、ですねやっぱり企業家経営者の人っていうのは、こういうところからね、大事にしていかないと、まあ、いい仕事できないぞっていうことで、まあ、そういうことでね、重要視していってほしいと思います。なんかね、お医者さんに言われてるから、誰々に言われてるからっていうことじゃなくて、まあ、自分のためだと思っていただけたらと思いますね。 まあそれから、まあ、この6番ね、免疫力ということですけど、まあ、これね、まあ、今、皆さんね、まあ、非常にもう気にされているところだと思いますので、えー、そんなにね、これも多くのことを語りませんけれども、まあ、免疫大事じゃないですか、やっぱり体崩してしまったら、まあ後にね、響くっていうことですから、やっぱりですね、免疫力アップできる、えー、食事をしてほしいし、場合によってはね、サプリメントで補うなんていうのもいいと思います。僕も結構ねいろろんなところから これはね、えー、非常に強力だっていうサプリメントの情報とかがあればまあそれをね試してみるってことをかなりねいろいろしたりとかもしてますのでまあそういうもののね力を借りて、えー、健康管理をするっていうのも非常にいいかなというふうに思いますそれからですね、まあ、7番、まあ、お風呂をアクセントにするっていうことですけれども、まあ、これですね、まあ、何に性をいろんな場面に使えまして まあ、例えばですね、仕事を2時間ぐらい集中してやったとしますよね。そうすると、まあ、基本的に座りっぱなしで、まあ、仕事をしているわけなので、まあ、どうしたってですね、血流が滞ったりとかですね、まあ、いろんなところが、まあ、体が張ったりとか、まあ、いろいろね、不都合が出てきたりすると思うんですよね、人間の体っていうのは。 まあそうすると、どうしてもパフォーマンスが下がってしまったりとか、頭からね、まあ、いいアイディアが生まれてこなかったりとか、まあ、書き物をね、しなきゃいけないのに、それが進まなかったりとか、まあ、いろんなことが出てきますよね。えー、なんで、まあ、そういう時はですね、まあ、僕がやっているまあ一つの方法としては、このお風呂に入ってしまうということですね。まあ、普通はですね、えー、お風呂っていうのはまあ1日に1回ね、 えー、夜とかね、一日のどっちかって言うと、終わりの方に入るっていうことにだいたい決まっているかと思うんですけれども、まあ結構ですね、まあそういうことにとらわれないで、えー、シャワーとかね、お風呂とか、まあ、アクセントってここに書いてありますけど、使うようにすると、まあ体のね、コンディションを短時間にね、戻すことができたりとか、それとか、まあお風呂にね、入っている間に、まあいいアイディアがね、生まれて、えー 例えば書けなかった文章が、まあ、あっという間に書けるようになったりとかっていうことができますので、まあ、これってまあ仕事のために、ね、使えるわけなんですよ、お風呂っていうのもね。なんで、これも非常におすすめです。まあ、最近ですね、ちょっと凝っているのがこの炭酸入浴剤っていうのがありまして、まあ、これは温泉と同じような効果が、まあ、お家でもですね、一発で再現できるっていうか、そういう効果が非常に高いんで、まあ、これもすごく気に入っています。 それからですね、まあ、この8番目に、まあ、運動っていうのが出てきてますけれども、まあ、これもですね、このコンディションを、ね、整えたりとか、ペースを、ね、復活させるのには、ね、非常に効果的でして、まあ、僕は一応1日に1回、まあ、夕方ぐらいに、ね、ウォーキングをするっていう習慣を持ってるんですけれども、これもですね、やっぱり習慣の中にちゃんと組み入れているかどうかっていうので、効果っていうのはすごく違ってきます。 で、人によってはね、まあ運動は1週間に1回くらいはやってるとか、1週間に2回くらいはやってるとかね、まあジムに行ったりとかしてますよっていう方も多いと思うんですけども、まあここでちょっと注意してほしいのは、まあ1週間にね1回とか2回だと、まあ残念ながらですね、あんまり効果っていうのは見込めないということなんですね、残念ながら。で、やっぱりですね、まあできたら何でもそうなんですけども、えー、毎日のね、 えー、予定の中にいろんなねことを組み込んでいくっていうのがまあコツだったりすると思います。それはね何でかっていうと毎日だと習慣化しやすいんですよね。で週にね何回やろうとかっていうと今日はやったっけなとか昨日やったっけなとか一昨日やったっけなっていう感じでだんだん分かんなくなってくるんですよね。まあこれって、まあ、インターネットで情報発信をしていくっていう上でもまあ共通することなんですけれども毎日って決めていたら かえって楽っていうか、まあもちろんね、できない日っていうのはあるんですよ。だから絶対ね、何が何でも毎日頑張んなきゃいけないっていうね、まあそういうふうに思わなくてもいいと思うんですけれども、ただですね、やれるんだったら毎日やろうっていうくらいになんか思っていた方が、かえってこう、磨きをするような感じでね、知らないうちにある程度やってるみたいな感じにしておくと、あんまりこう、大変に逆に思えないでやれるっていうことがありますので、できればですね、やることっていうのは、 毎日のルーティンの中に組み込んでおくっていう方が、まあおすすめかなというふうに思います。はい。そんな感じでね、えー、まあ運動の習慣はね、一日の中にもね、一、え、箇、ー、所ぐらいね、まあ組み込んでおいておくっていうのがね、まあ秘訣かなというふうに思いますね。で、大体ね、やってる人はわかると思いますけど、まあやっていくと、まあやらない方が気持ち悪いっていう感じになると思うんですよ。 で、その方が、まあ、健康にもいいですし、まあ、成果も上がる。まあ、売り上げも結局上がるっていう風に思っていただけたら、ある程度ね、えー、自然にできるんじゃないかなという風にも思います。まあ、そんなわけでね、そういう体調管理っていうのはね、まあ、皆さんね、結構、成果の出てる企業家、経営者の方、皆さんね、そういうことって注意してやっていたりするんで、まあ、ぜひですね、そういうのを自分も成果出していきたいっていうことであれば、まあ、それを真似してみるっていうのもいいと思います。 で9番のね、体調管理ですけども、ストレッチとかマッサージとかね、まあこういうエネルギーワークっていうのも書いてありますけども、まあ要するにですね、何が大事かっていうと、疲れたりとかね、えー、するとか、えー、そういうね、体がこわばってしまったりとかっていう時に、まあこういうものをね、活用してもらえたらと思うんですけども、やっぱりですね、多少こう、癒しというか、まあリラックスしてね、 えー、体を伸ばしたりとか体の循環を良くしたりとかっていうことに、まあ、非常に、ねえー、気をつけていって、えー、いろんなねそういう施術を利用していくと、まあ、自分の、ね、体もリフレッシュするし、えー、それから、ね、脳の活性も良くなって、まあ、成果も出やすくなるっていうことがありますので、まあ、こういうものを、ねまあ、自分の、ね、体調に合うものいろいろ試してみて、えー、自分のタイプに合うものを、ね、選んでいっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。 あと、この10番目ですけれども、まあ、1日のね、振り返りとか、まあ、翌日の準備っていうのをね、まあ、夜なんかね、できる人は、えー、そういうのに時間を割いて、えー、PDCA ってね、改善の動きっていうかね、そういうものをしていくっていうのもいいと思います。まあ、これのね、振り返りとか、えー、PDCA についてはまたね、話し出すとね、長くなってしまうんで、まあ、今日はね、ほどほどにしておきたいと思いますけれども、まあ、こうやってね、毎日のルーチンをしっかり回しながらですね、 まあ少しでもね改善をしていって、成果を出していけるように行動していくと、まあ、それをね無理なくやるように、あくまでもね習慣化していくっていうのがまあ非常にねいいんじゃないかなというふうにも思います。まあ、最初に言いましたようにですね、単純にこういう自分で決めたルールっていうのが、 あれば、まあ、それをやっっててて、いいいいけばいいっていうことでしてそれがないと、まあ、ついついねだらだらしてしまって、えー、かえってねなんか気ばかりが焦って、えー、体は疲れているみたいな状態になってしまいがちなんですねこれって誰でもそうなんでそんなにね、まあ、今もしそういう状況にあったとしてもあそんなに焦る必要はないと思いますで僕の知り合いの、まあ、15億ぐらいの、ね、会社をやってすごくね成功されている方でもですね まあ初めて起業した頃っていうのは、まあなんか、朝は寝坊してしまって、昼は、えー、昼寝をしてしまって。 それで、まあ、テレビを見すぎてしまって、毎日ね、無駄に時間を過ごしていたっていう時期があったそうなんですよね。えー、で、今はね、15億の会社をやってるぐらい、すごい成功されてる人なのに、まあ、企業当初っていうのはね、どういうふうにね、時間を使っていいのかわからなくって、自分を管理するし、やり方がわからなくって、まあ、そういう状況に陥ってたっていうことって、まあ、あるっていうのをね、まあ、僕も聞いて、まあ、これって別に、その人のタイプとかね、性質とかの問題じゃなくて、単にね、 そのやり方を導入してていいるかかどうかっていうっことなんですね。自分をこうペースに乗せるやり方っていうのを取り入れているかどうかっていうだけの話だと思いますのでまだねそういうことを意識して取り入れてないっていう方はですね是非ですねこれはね今日は僕の例ですけれどもこれをね取り入れていただくのもよし自分に合ったねやり方を研究するもよしねこの習慣っていうものを作り上げていってもらえたらと思います。 はい。それではですね、今日はこの辺までにしたいと思います。今日も動画を見ていただきましてありがとうございました。はい。菅井工二の YouTube チャンネル、まだ登録してないという方は、右下の赤いチャンネル登録ボタンの方を押して、今すぐ登録しておいていただけたらと思います。えー、その隣のね、ベルマークの方もね、ぜひ押しておいていただけたらね、お知らせがいきますので、お願いいたします。今日の話がね、良かったよということでしたら、お嫁マークのグッドボタンの方もね、ぜひ押しておいていただけたらと思います。 あとですね、僕のメルマガの方でも熱い情報、役に立つ情報をどんどん配信しておりますので、集客やね、売り上げアップをしていきたい、動画マーケティングを活用していきたいという方はね、下の概要欄の方からメルマガ登録フォームへの URL がありますので、そちらの方からね、あたのメールアドレスを登録しておいていただけたらと思います。今登録しますと、無料の動画講座の方もプレゼントしておりますので、そちらの方もお役立ていただけたらと思います。 あと、LINE 公式の方でも気軽な感じの情報配信をどんどんしていますので、下のね、概要欄の方にこれもですね、LINE 公式への URL がありますので、そちらの方から登録をしておいていただけたらと思います。それではですね、今日もご清聴いただきましてありがとうございました。